行きましょう。約束の律者の力に対する対抗実験。はい、スパルタクスシステムを観察した時に気づきました。そのシステムの原理は2つの同じ力を利用し相殺すること。その通りだが、なぜ全文明の記録にあった約束の律者の話になるんだい？実はかなり前からオットー様にはある推測がありました。律者が進化を続け、力もどんどん強くなる中で、その性質にも変化が生まれるのではないかと。簡単な自然現象から徐々に力場という概念に近い力に変わる、そう言いたいのかい？はい、力場は自然現象よりもできることが増えますが、理論上波動力学を通して相殺できます。簡単に言うと、1プラス1イコール2と1プラスマイナス1イコール0の違いだね。ええ、あくまで一つの推測ですが。では質問だが、それは約束の律者の力に対する対抗実験を提案してくれたことと何のつながりがあるんだい？まさかオットはもう約束の律者の力を手に入れたのか？どうやって？彼は一体？それは、その、ああすまない、一気に質問しすぎたね。テレサさん、琥珀さんの提案に対して何か意見は？おじい様の切り札について、私たちには情報が少なすぎる。過去に虚空板書を使って制約の十字架を擬態したこともあるから、確かに対策が必要だわ。結論から話すと、琥珀が提案した実験を真剣に捉えるべきだと思う。特に私自身もね。ですがテレサ様、約束の律者の力はお体に大きな副作用を生じさせます。実験は他の人に代わってもらった方が。心配ないわ琥珀。第二次崩壊の時から心音結界を掌握する訓練をたくさんしてきたもの。それにシミュレーションというだけなら、神の鍵の大霊定格出力を完全解放させる必要はないわ。何かいい方法でも思いついたのかい？実験に関して、私は制約の十字架の2本の鎖を同時に扱えるから、波動の状態が異なる約束の力を放つことができるはず。そうすれば多くのデータを有する状況で、比較類推、最終的に役立てられる結論を出せると思うわ。確かにいい案だと思う。では実験の準備とデータの分析は博士に頼むわね。問題ないさ。だが今からこういう実験を行うとなると、ハイペリオンにあるものだと少し物足りないかもしれない。できるだけ集めてくるわ。後半はテスラ博士に渡すといい。彼女なら理解してくれるはずだ。それと長光さんも呼んでくるといい。こういう挑戦的な実験は人手が多いに越したことはない。わかった、すぐに向かうわ。あ、そうだ琥珀さん。はい。提案してくれてありがとう。急ぎましょう。はい、テレサ様。少し休みますか？あまり時間はかけられませんよ。行動開始。行きましょう。行動開始。
行きましょう。殺意が空気から伝わってくる。行動開始。高強度バリア、圧電端結晶、永久磁石。博士が必要としているものはこの辺りで見つけられそう？できるかもしれませんが、範囲的に少し広すぎると思います。どうしますか、テレサ様？一般家庭用のものではありませんので、簡単には購入できないかと。そう、テレサ様、何でもお申し付けください。ですがテレサ様、それらの部品は広範囲にわたっています。一人で探すのはかなり時間がかかると思います。やっぱり一人は無理かしら。行きましょう。敵は見逃しません。長光、ここにいたのね。あら、テレサさん。それに、琥珀指揮官じゃないの。長光所長。ごめんなさい。私が悪かったわ。やっぱり、職位で呼ぶのをやめるわね。まるでミーティングしてるみたいで怖いもの。では、長光さん。琥珀さん、二人の表情から察するに、何か新鮮な課題を持ってきてくれたのかしら。退屈でどうにかなりそうだわ。約束の律者の力に対する対抗実験ね。面白い。そこまで推測できたのね。驚いたわ。実験はハイペリオンの近くで行われる予定よ。長光も一緒に来て。人手は多い方が安心できるわ。待って。え、何を？もちろん一緒に行くけど、まだ準備が十分じゃないのよ。何の準備でしょうか？活性化因子 D20 の用意が必要なの。名前の通り、生物の体内の崩壊エネルギーを刺激する劇薬よ。月光装甲が使う活性化因子みたいなものかしら。そう言われると確かに大差はないわ。ただこの型番の方が汎用性が高いってだけ。テレサさん、約束の律者の力は極めて特殊なものよ。特にあなたの体にとってはね。もし実験中に何かがあったら、そういう劇薬を使って救急処置をすることになるかもしれない。それって、もし私が製薬の十字架をうまくコントロールできなかったら、実験が私自身に危険をもたらすってこと？その通りよ。用心するに越したことはないわ。律者たちがこの場にいない状況だもの。予備の手段も用意した方がいいと思う。唯一の救急処置がバルキリーたちの噴射武器、もしくはハイペリオンの手法だったら嫌でしょ。わかった。確かに一理あるわね。けどこの街で本当にそんな危険な薬剤が手に入るの？神殺しの槍の副産物だから、倉庫に在庫があるかもしれない。琥珀さんの権限を使って特殊端末で購入することも可能よ。わかった。用意してみるわ。天の道は利して害せず。どう？薬剤の用意はできた？用心するに越したことはないわよ。
神殺しの槍の副産物だから倉庫に在庫があるかもしれない。わかった。どう？薬剤の用意は？あら、そう、それよ。もう見つけたのね。なら、これで安心して実験に参加できるわ。ええ、頼むわね。任せなさい。どうせここにいてもすることがないもの。まさか、司教のそばにいた琥珀指揮官がこんなことをするとはね。それとも、彼はあなたのこともクビにしたの？あ、ごめんね。皮肉を言うつもりはないの。むしろ、そういう自発的な積極性を気に入っているし、すごいと思ってるわ。では、長光所長は、どうしてテレサ様の味方になることを選んだのでしょうか？私？別に誰かの仲間になったつもりはないわ。私は自由に研究できる場所があれば十分なのよ。権力争いとか興味ないもの。そうでしたか。それもいいと思います。さあ、私たちも急ぎましょう。手伝うって決めたからには最後まで付き合ってあげないとね。本当に悪いこともすでにしてしまったみたいだけど。せっかくの休憩時間ですから、先人の知恵を教えてあげます。行動開始。テレサ様、何でもお申し付けください。はい、かしこまりました。協力してもらえそうなバルキリーを探してきます。テレサ様はリストにあった残りのものを探してください。ええ、助かるわ。天の道は利して害せず、聖人の道はなしてあらず。行きましょう。行動開始。殺意が空気から伝わってくる。あたしの番ね。琥珀、そっちはどう？こっちは収集できたわ。こちらも完了しました、テレサ様。ええ、もう一度確認しましょう。見落としがなければ戻りましょう。テスラ博士。うん、何？忙しいんだけど。約束の律者の力に対する対抗実験を行うことになったわ。約束？なんて？あんたたち暇なの？どうして急にそんなことになってるのよ。これは、ん？振動する力場、総裁。新たな栄光。いいわ。確かに面白そうね。じゃあ、何かしてほしいことはある？いや、今は測定器が足りないのよ。測定器？崩壊エネルギーの測定器かしら？そうよ。十分に精密な測定器がないと、実験データを測定できないわ。ボサ頭は私のところから一つもらおうとしたんだけど、残念ながら、ついさっき分解してしまったのよ。分解？いや、だって、その中に必要なパーツがあったから、まさか分解してすぐにあんたたちが来るなんて知らなかったし。それに、もともと崩壊エネルギーの微量な変化の測定に使うものだし、他の用途は特にないもの。
そんなに簡単なわけないでしょ。それに組み立て直したらこっちの装置はどうなるの？せっかく動くようになったのに。ダメなのね。せっかくの休憩時間ですから先人の知。私のせいじゃないわよ。使うって誰も教えてくれなかったもの。私のことを何でもできるロボットだとでも思ってるわけ？その、つい博士なら何でも作れるって思っちゃったの。そう言われるのは嬉しいけど、今回は本当に無理よ。しかも臨時で組み立てた機械だと、実験データをちゃんと測定できるかわからないわ。他の方法を考えないと。私のせいじゃないわよ。使うって誰も教えてくれ。ええ、バルキリー部隊は特に、この辺りに実地調査の任務に出ることがあります。崩壊エネルギー濃度の調査というものですね。あ、そういえば、スーサナはちょうどそういう任務を行ってたわね。一緒に崩壊エネルギー装置の回収をしたもの。スーサナさん、確かに、彼女はそういった装置を持っているかもしれません。それに、目的が実地調査でしたら、微量な崩壊エネルギーの変化も検出できるはずです。探しに行きましょう。彼女の居場所は把握してるわ。行動開始。敵は見逃しません。反応の方が大きいのよ。だって琥珀様は今回の審査の担当者ですもん。琥珀様、私サボってなんかいませんよ。安心してください、スーサナさん。審査しに来たわけじゃありません。スーサナ、崩壊エネルギーの測定に使ってた装置はまだ持ってるの？あ、はい、これですよね。ええ、この装置です。これだけの精度があれば、必要なデータを測定できるはずです。よかった。スーサナ、この装置を少し借りてもいいかしら？あ、いいんですけど、ルール上装置の貸し出しには申請手続きがあって。大丈夫です、スーサナさん。今回は特殊な状況ですから、私が許可します。え？手続きしなくてもいいんですか？よかった。ありがとう、スーサナ。本当に助かったわ。え？本当ですか？あまり使わない装置を貸しただけですが。とにかく、本当にありがとう。行きましょう、琥珀。これで崩壊エネルギー測定器の件は解決ね。あ、テレサ様、琥珀様、行ってらっしゃいませ。どうだ。艦長、次の行動座標を送ってください。
戻ったわよ。ああ、こちらの準備作業もほとんど完了した。リストに書いたものはすべて揃えられたかい？ええ、全部ここにあるわ。わかった。では最後のセッティングを始める。博士、手伝います。ああ、人手は多い方がいい。最後に小型無人機を使って50メートルの高さから目標容器に崩壊エネルギーを注入し続ける。進捗 50%、 75%、 100%、 125%。 実験はいつでも開始できるよ、テレサさん。了解。制約の十字架起動。容器内の崩壊エネルギーの含有量がゼロになった。テレサさん、神の鍵の力を少し減少させてくれ。分かったわ。よし、容器内の崩壊エネルギーの含有量は 42%、45%、50%。 このままキープしてくれ。え、今の右側の出力を覚えて、同じ力で逆の方向から左側の鎖を使って目標に強弱出力してみてくれ。準備できたわ。カウントダウン、3、2、1、はじめ。容器内の崩壊エネルギーの含有量は 100%、 125%、 150%。 はあ、それって2つの異なる約束の律者の力をコントロールされた状態で重ね合わせると本当に相殺できるってこと？そのようね。約束の律者の力は、簡単に言うと力場範囲内のあらゆる崩壊エネルギーを消す力なの。だから測定器の数値は最初はゼロになったわ。だけど左側の強弱出力を始めた後、数値は 100% に戻って、さらに崩壊エネルギーの継続注入によって上昇し続けた。つまり2つの力が相殺されると、新たに注入された崩壊エネルギーが容器内に残るのよ。もし2つの力を単純に重ね合わせた状態だったら、測定器の数値は 50% から 0% に減少するはずよ。ああ、長光さんの分析は非常に分かりやすいね。互いに相殺する力。琥珀、おじい様はそれを知ってるの？オットー様もそう推測したのですが、私の知っている限り今日のような実験は行われていないかと。けど相手があの人だもの。私たちが生まれる前にとうに研究し尽くした。そう言われてもおかしくはないわ。とにかく今日の実験は律者の力に関する研究としてとても参考になったわ。ありがとう、テレサ。こちらこそ、私に協力してくれてありがとう。どうしました？博士。いや、なんでもない。できれば、今回の実験結果が役立つ日が永遠に来ないことを願っているだけさ。確かに、そう願ってしまうわね。ブローニャ、行動中。ゼーレ、ブローニャは来ました。
道はなしであらそう。艦長、次の行動座標を送ってください。敵捜索中。ブローニャ、行動中。艦長、次の行動座標を送ってください。艦長、次の行動座標を送ってください。ブローニャ、行動中。艦長、次の行動座標を送ってください。ブローニャ、行動中。艦長、次の行動座標を送ってください。ブローニャ、行動中。先人の知恵を教えてあげます。ここの景色をゼーレと共有したいです。ブローニャ、行動中。艦長、次の行動座標を送ってください。この剣を雷光にして。行動開始。殺意が空気から伝わってくる。
イエス、キャプテン。班長。班長、次の行動座標を送ってください。班長、次の行動座標を送ってください。ローニャ、行動中。行きましょう。敵は見逃しません。行動中。しばらく HP 回復の心配はありません。班長、次の行動座標を送ってください。行きましょう。この剣を雷光にして。Thank you.
昔彼女とここに来ました。行きましょう。行動開始。敵は見逃しません。行きましょう。殺意が空気から。少し休みますか。あまり時間はかけられませんよ。行動開始。強風に私に服従しなさい。イエス、マスター。もう始まりました。はい、準備はいい。もう少し考え直してもいいですよ。射撃開始。殲滅モード起動。はい、シェドリーバッドン。私に服従しなさい。ドローニャ、作戦地点に到着。ドローニャ、了解しました。イエス、マスター。Shit!
行きましょう。この剣を雷光にして。彼女とここに来ました。成人の道はなしで行動開始。敵は見逃しません。少し休みますか。あまり時間はかけられませんよ。この剣を雷光にして。行きましょう。
私にはやらなければならないことがあります。敵は見逃しません。少し休みますか。あまり時間はかけられませんよ。殺意が空気から伝わってくる。行動開始。雷鳴が援護司令の一人の重装装備サイドオン。ドローニャ作戦地点に到着。